それでは皆さんおはようございますただいまから予算決算委員会を開会いたします審査につきましてはお手元にお配布配布いたしました審査順序により進めてまいりたいと思いますのでご了承願いますこれより各分科会の ちょっとお待ちください予算決算委員会審査順序というやつが入ってないですねちょっとお待ちください のだい書が来ましたら、ご説明申し上げますが、本日は各分科会の委員長報告、その後討論採決という形になってまいりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 それでは再開いたします、えー、資料の不備にあったことを改めてお詫び申し上げます改めましてお手元に配布いたしました審査順序に従いまして進めてまいりたいと思いますのでご了承お願いいたしますこれより各分科会の審査報告に移ります案件を不議いたします議案第61号内いし同第73号承認第3号内いし同第16号 以上の書案件を一括議題とし、これより各分科会の審査報告に移ります。まず第一分科会の審査報告を求めます。第一分科会委員長土屋隆委員土屋委員長。 おはようございます去る13日の予算決算委員会において、党分科会に分担となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。はじめに、議案第61号、平成30年度会津若松市一般会計補正予算第1号のうち、党分科会に分担となりました案件についてであります。本案については 歳入については、法案について、歳入については、平成30年度普通交付税の状況、小収入における雑入の概要、歳出については、公共施設維持整備等基金積立金について、その積立額の根拠、公共施設マネジメントの進捗と連動した今後の基金活用の見通し、積立にかかるルールの作成、 財政調整基金積立金について、基金の適正規模の考え方、基金の充当事業、ふるさ,ふるさと寄付金基金積立金について、寄付者の寄付要望の動向や傾向、寄付者との継続的につな,つながるための方法、ふるさと寄付金とそれ以外の寄付金の受け入れ方法の際、 寄付金の実績額などについて質疑応答が交わされた経過にありますが特に異論がないことから原案のとおり可決すべきものと決せされました最後に証人第3号平成29年度藍住若松市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち当分科会に分担となりました案件についてであります本案についてはあらかじめ分科会で 第7次総合計画に掲げる5つの政策分野を抽出し、課題解決に向けた論点を整理し、その論点を中心に質疑を行った経過にあります。本案について、まず問われましたのは、1つ目の政策分野、公共交通のうち、会津若松市地域公共交通網形成計画に基づく、 各重点地区における取り組み状況についてであります。これに対し、企画政策部から平成29年度においては、地域公共交通網形成計画に基づいた、具体的なバス路線の再編を行う、地域公共交通再編実施計画を作成したところである。まず、重点地区である、北会津地区、川東地区、港地区における、 広域路線バスの見直しを行うとともに、空白地解消のために、北会津地区及び川東地区においては、デマンドバスのお試し運行、港地区においては、空白地優勝運送の可能性を見据えた実証運行に取り組んできたところである。各地区における住民や各地区で運営している運行事業者との協議調整については、 地域活性化協議会や各地域づくり委員会内に設置された専門部会等が中心となり利用者である地域住民や交通事業者等が定期的に協議を重ねるとともに女性などの利用者へのアンケートやヒアリング等を実施し運行計画の見直し等を行ってきた今後については通院や買い物だけではなく 娯楽施設や温泉施設へ出かけるなど、楽しみ目的で乗車する方を増やし、地域住民の生活の質の向上や、地域活性化につなげていくとともに、港地区については、さらなる需要の掘り起こしを行い、空白地優勝運航に向けて、地域活性化協議会の法人化等の検討など、地域活動の活性化に取り組んでいきたい。 また、もう一つの重点地区である市中心部における取り組み状況については会津若松駅、新明通り、武田総合病院、西若松駅を中心とした感染軸の形成について検討を行うとともに町中循環路線については町中北循環、南循環、西循環の3つの小循環に再編する 実証運行を行っているところであり、今後、利用者のニーズ等を踏まえ、検証していきたいとの答弁がありました。次に問われましたのは、2つ目の政策分野、情報通信技術のうち、高速通信環境の未整備地区への対応状況についてであります。これに対し、総務部から平成29年度においては、 各地区の住民との意見交換会を実施し、これまでの経過、現在まで整備が進まない理由や背景等について説明するとともに、地区住民が実際に不便を感じている点等について意見交換を行った。一定程度の利用者が確保されなければ整備が進まないため、利用者を増やすために地区としての盛り上がりも必要となることから、 今後も継続して意見交換会を開催していくことを確認した。また、意見交換会においては、住民のインターネット利用目的として、子どもの自宅学習時の教材の活用や、ICT を活用した農業、防災、高齢世帯への活用に加え、地域活性化等に活用したいなどの意見も挙げられたが、地区の中には、 インターネットの必要性を感じていない方もいることから、引き続き ICT を体感し、体験できる機会の創出に取り組み、利用者の確保に取り組んでいきたい、今後は今年度実施した未整備地区における全世帯を対象とした意向調査の結果を踏まえ、整備の方向性について検討していくとの答弁がありました。 次に問われましたのは、3つ目の政策分野、地域自治・コミュニティのうち、自治基本条例における地域の定義や活動拠点及び地域活動への補助の在り方についてであります。これに対し、企画政策部から、自治基本条例第12条、コミュニティ及び共同については、地域内文献を具体的に推進するための仕組みづくりを協議してきた。 自治基本条例は、まちづくりに関するさまざまな情報を行政も含めた各主体が共有し、それぞれの強みを生かし、方向性を共有し、共同し、参画していくことが大事であることから、平成29年度においては、地域の課題について、市内6カ所において意見交換会を開催したところである。また、具体的に、 市民との共同を進める仕組みとして、北会津地区、川東地区、港地区、門田地区において、それぞれの地域づくり団体等とともに、町の課題について共有しながら、地域づくり活動に取り組んできたところである。また、地域の定義については、各コミュニティが形成されてきた歴史的経過、住民の思い、公民館など拠点の在り方などを勘案して、 地域の理解を深めていかなければならない。今後、町内で検討を進めるとともに、旧小学校単位、地域福祉計画における第4層を一つの起点とする大きな方向性をもって検討していきたい。地域活動の拠点については、公民館が地域におけるさまざまな団体等と深い関係にあることからも、 地域内文献の拠点については、公民館が最適ではないかと考えている。先進地の事例としては、公民館の名称変更や、地域住民へ管理運営を任せるなど、行政主導とならないような仕組みを構築している。このような先進地の事例を参考にしながら、公民館を拠点とし、各地域において、町づくり協議会を設立し、 その協議会を中心にさまざまな地域活動を行う仕組みについて、企画副参事会議において検討しているところである。地域活動への補助の在り方については、企画政策部としては、これまでの公民館事業に地域のコミュニティ事業を加えた範囲とし,範囲とした地域の活動に対する 地域一括交付金のような形で交付したいと考えており、区長会などの現在の組織をなくすことではなく、既存の補助金や交付金などが新たな制度へと変更できるのかなど、地域の理解をいただきながら検討を重ねていきたいとの答弁がありました。次に問われましたのは、四つ目の政策分野、公共施設のうち、 公共施設等総合管理計画に基づく公共施設マネジメントの取り組み及び方向性についてであります。これに対し、企画政策部から平成29年度の取り組み状況については、施設カルテを公表し、市が保有する施設ごとの地区年数等の基本情報やコスト情報などを整理し、見える化したところである。 また、企画副参事会議の構成員による公共施設等総合管理推進会議において、施設評価を実施し、用途や利用実績、需要見通し、民間活力導入の可能性等について評価したところである。また、施設保全計画の策定に向けた取り組みとしては、施設の保全計画シートを作成し、施設の部材ごとの 対応年数の計算シートを取りまとめ、整理しているところである。なお、評価のあり方については、全庁一体的な対応を考えなくてはならないため、ワーキンググループだけではなく、公共施設等総合管理推進会議、および公共施設等総合管理推進本部の中で整理してきたところであり、全庁的な視点から、 公共施設全体の在り方について検討を行ってきたところである。施設再編の方向については、方向性については、今年度は再編の考え方について整理し、北会津、川東、港地区において、地域住民と地域の将来像や地域拠点の在り方を考えるワークショップを実施しており、ワークショップの経過等を踏まえながら、 再編のあり方について整理し、平成32年度を目指して、施設の再編計画を整理しているところであるとの答弁がありました。次に問われましたのは、5つ目の政策分野、財政基盤のうち、資債管理の見直しについてであります。これに対して財務部から、資債管理の見直しについては、投資的経費に充当する、 一定の資産発行額の確保、財政規律の確保、行財政運営の状況を踏まえ、段階的に見直しを行うという3つの基本的な考えのもと、今般の見直しは、資産管理の対象を臨時財政対策債を除く投資的経費に充当する資債とし、平成30年度から33年度までの四4、4 年間合4年間合計で、資材の新規発行額を、換気償還額以下に抑えるというものであ,りである。また、今後の見通しについては、平成34年度以降の本庁舎の建設、および公共施設マネジメントにかかる総事業費や年次スケジュールが明らかになった時点で、再度、新たな資材管理の考え方について示さなければならない。 示さななけければいいいと考えているまた、資産管理のルールから、臨時財政対策債を除くことや、新たなルールを設定することの安全性については、これまでの臨時財政対策債における地方交付税への措置について検証し、交付されていることを再確認したところであり、4年間合計で、 国が管理を行うものであることから、主催発行について、歯止めが効かなくなる状態になるものではない。また、本年10月に向けて、試算している実質交際費比率の推計値についても、平成30年度に向けて、低下していくことが見込める状況にあることから、今後も財政の安定化と、 市民への還元のバランスを取りながら、資材管理を行っていくとの答弁がありました。また、以上の政策課題以外の主要な論点として。市のまちづくりと本庁舎の規模機能。及び建設場所における市民の声の反映。県立会津総合病院跡地の利活用。利活用方策における意見書の取りか、取り扱いについて。 サテライトオフィス誘致事業における入居者の費用負担のあり方、監査の内容及び範囲についても、重層的な質疑を行った経過にあります。まず、市のまちづくりと本庁舎の規模機能及び建設場所における市民の声の反映については、企画政策部から平成29年度においては、第7次総合計画に位置づけた 市役所庁舎の整備に向け、本庁舎旧館の保存活用に必要な耐震化の調査や、耐震改修の手法、各庁舎の状況の分析、新たな庁舎の整備に向けた手順の検討などを行い、本庁舎休館保存活用計画、および庁舎整備行動計画を策定したところである。 市のまちづくりと庁舎の希望機能については、現在も支所や市民センターなど、地域の中に職員は配置されており、今後もそれらの機能は維持していくと考え、維持していく考えであることから、今後、本庁舎のを中心に配置される職員数が大きく変わるものではないと考えており、現状を踏まえ、 本庁舎の規模機能を算定していきたい建設場所における市民の声をの繁栄については、庁舎検討懇談会において、現在の本庁舎を中心とした位置以外とする場合、人の流れを大きく変えることとなり、人口減少社会の中で、こうした街の流動化を受け入れることは難しいといったと。 たこたことの比較検討の意見をいただいてきたところであり、議決をいただいた第7次総合計画においても、現在地で建設するとしていることからも、この計画に沿って進めていきたいと考えているとの答弁がありました。次に、県立会津総合病院跡地の利活用方策における意見書の取り扱いについては、企画政策部から、 平成29年度においては、市民提案の募集を行うために、県立病院跡地利活用懇談会を開催したところである。懇談会における意見書の取り扱いについては、非常に重く受け止めており、市民提案を踏まえた利活用の方向性が取りまとまったところであることから、本市の財政負担を最小限に抑えながら、意見の内容を 最大限に実現する方向で、具現化に向けた手法等について検討しているところであるとの答弁がありました。次に、サテライトオフィス誘致事業における入居者の費用負担のあり方について、企画政策部から平成29年度においては、業人町サテライトオフィスの建設、および市町公社サテライトオフィス、および 旧黒高地委員サテライトオフィスの運営に取り組んできたところであり、現在建設している ICT オフィスビルへの移転を促す効果等について期待しているところである。企業にとって、本市へ昨日移転する誘い密となるように、一定の期間内については診療について無料とするが、 高熱水費等については、実費負担となっている。今後に向けて、適切な費用負担の在り方について検討していきたいとの答弁がありました。次に、監査の内容および範囲について、監査事務局から、監査からの改善の指摘、指導、意見等については、次年度までに改善の方向性について、回答をもらう制度となっている。 地方自治法の一部改正に伴い、平成32年度以降については、その回答がない場合は、市、町等に勧告できる制度となる、補助金、負担金、交付団体等の監査については、違法性、適応性にかける等の判断があり、必要があれば、監査として意見を述べることができるものである。なお財政援助団体の 団体に対する監査については、支出している補助金や委託部分については、監査の対象となるが、団体の経営全般は、法律上は監査の対象ではないため、限界があることは理解していただきたいとの答弁がありました。以上、論点となりました以外にも、自治体情報セキュリティクラウドの仕組み、会津地方市町村電子計算機 電子計算機管理運営協議会の事業内容、ベムウェアの使途、ペーパーレス会議の導入状況、ふるさと寄付金の実績、行政提案型共同モデル事業、および市民共同アイディア募集事業の成果と課題、デジタル情報プラットフォーム整備事業を含めたスマートシティの推進状況、只見線の復興における協議経過、 会津鉄道、野岸鉄道への支援状況、港地区における港チャンネルの設置状況、および今後の方向性や、受益者負担の考え方、テレビ広報の費用対効果、選挙事務の在り方、自主財源の在り方、法人市民税および個人市民税の動向などについて、質疑応答が交わされた経過にあります。 以上のような質疑を踏まえ、本案については、県立会津総合病院跡地の利活用における市民,委員市民意見、公共施設マネジメントの推進の二つを論点とし、委員間討議を行ったところであります。まず一つ目の論点である、県立会津総合病院跡地の利活用における市民意見についてであります。 県立会津総合病院跡地の利活用の方向性については、県立美容院跡地利活用懇談会の意見を受け重く受け止めるとの答弁があったが、執行機関が選んだ委員で構成される懇談会の意見を尊重するだけではなく、広くさまざまな市民の意見を丁寧に聞きながら、慎重に進めるべきであるとの 文化会とししてのの合意点を確認したものであります次に二つ目の論点である公共施設マネジメントの推進についてであります。行政財産については各所管部局で管理しているため各財産の詳細については全体的な把握がなされておらず公共施設全体の最適化を鑑みれば行政財産を含め 全体を管理・運営する部署を作るべきではないかと考えることから、公共施設カルテに基づいた適正な施設管理が行われるよう求めるものであるとの意見、施設管理について、新たに横断的な組織の創設が予定されていることから、当面は注視していきたいなどの認識が示されたところであります。 以上のような印鑑登記がありましたが、法案については一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、法案については、庁舎整備にかかる町の拠点整備事業について、新庁舎の建設、新庁舎の建設地である現在の本庁,本庁舎の敷地は狭く、 十分な駐車場を確保されないことから、広い敷地に建設すべきであり、災害時等も考えれば、大通りに面していない、福祉の狭い場所に建設することは、市民のためになるのか疑問である。また、本庁舎周辺は、道路が狭く混雑することから、市民にとっては不便な場所なのではないかと考える。また、 サテライトオフィス誘致事業については、平成26年度から合計すると、約6270万円を予算化しているにもかかわらず、入居、企業の家賃を無償,としている無償としている、国からの補助であろうとも、税金が投入されており、家賃は優勝とすべきであると考えることから、反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は評決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。なお、本案につきましては、地域資源を生かしたまちづくり実践事業における、県立会津総合病院跡地の利活用について、次のとおり、 党分科会としての要望的意見を取りまとめましたので、その内容を申し上げます。地域資源を生かしたまちづくりの実践事業については、第7次総合計画に基づくまちづくりを実践する取り組みであり、県立会津総合病院跡地の利活用の方向性について質疑をした経過にある。質疑の中で明らかになったのは、 県立会津総合病院跡地については、平成29年8月に、市政だより等において市民提案を募集、市民提案の募集を行い、応募総数242件、提案総数371件の意見が集まったところである。さらには、委員6名、オブザーバー2名の構成からなる、県立病院跡地利活用懇談会を開催し、 平成29年8月から11月まで,までに5回開催され意見書を、意見書の検討を行い、同年11月29日に市長に対し、県立病院跡地利活用の方向性に関する意見書が提出されたところである。その意見書の概要としては、町づくりを進める上での位置づけや備えるべき機能が記載されるとともに、 事業手法と進め方について、要望が出されている。また、県立病院跡地利活用懇談会の委員の人選をしたのは、執行機関であるが、その懇談会から提出された意見書について、重く受け止めるとの答弁があり、これに対して、任意団体である懇談会から出された意見書の取り扱いについて、質疑が交わされたところである。 委員間討議においては、答弁では、執行機関が実、実、人選した懇談会からの意見を、市民の意見として重く受け止める、さらに今後、若い世代などに対するアンケートを実施するとのことであったが、それで十分なのかとの意見が出されたところである。一方、議会が開催している市民との意見交換会においても、 県立会津総合病院跡地の利活用については、さまざまな意見が出されている。また平成30年度は、県立病院跡地利活用基本,用基本構想を策定する予定である。そこで執行機関に対して、今後の取り組みとして、どのように市民意見を聞くのかと質疑を行ったところ、 市民アンケートなどを実施するとの答弁があったことから、党分科会としては、執行機関としても、アンケートだけではなく、市民から直接意見を聞く場を設けるべきと考えるところである。さらに、懇談会やアンケートは、行政の計画ありきで進めるためのものとなる恐れがあり、実際には市民の声を聞かずに進められてしまうことを危惧する。 とと意見も出されたところであるこのようなことから、県立会津総合病院跡地の利活用の検討にあたっては、まちづくりを進める上での位置づけ、備えるべき機能等について、市民から直接意見を聞く場の設置を含め、慎重な協議を重ねるよう要望するものである。以上で、党分科会に分担となりました案件全部につきまして、 その審査の経過と結果についての報告を終わります次に第二分科会の審査報告を求めます 第2分科会委員長、鈴木陽委員長鈴木委員いい。さる13日の予算決裁委員会において、当分科会に分担となりました。 案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。はじめに、議案第61号、平成30年度会津若松市一般会計補正予算第1号のうち、党分科会に分担となりました案件についてであります。本案について問われましたのは、マイナンバーカード等のへの記載事項の充実を図るための住民基本台帳システム改修等の必要性についてであります。これに対し市民部から 国は女性の活躍推進のための取り組みの一つとして、給付時の使用拡大、兵器を推進しており、マイナンバーカード等への給付時の表記等の充実を進めている、両者の利便性を向上させるため、住民基本台帳システム等の改修を行うものであるとの答弁がありました。以上の主要な論点以外にも、コンビニ交付における費用対効果の考え方、 一期第3子どもクラブにおける住居スペースの確保見込みと、空調設備等改修の方法、夜間休業センターにおける融雪設備改修の費用負担の考え方、門田小学校の構造物等の撤去、移設等の工事・施工時の安全対策などについて、質疑応答が交わされた経過にありますが、 本案については、一部委員から反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、本案については、戸籍住民基本台帳費において、個人番号制度、いわゆるマイナンバー制度に関する事業費が含まれている、マイナンバー制度は、すべての国民に番号をつけ、社会保障や税に関することをはじめ、広範な情報を管理しようとする国民監視システムであり、 プライバシーの侵害が懸念される上、情報漏洩に見られるように、安全性に対する問題も指摘されていることから、本案に反対するというものであります。異常のような反対の,反対の意見がありましたので、本案は評決に付された結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決定されました。次に議案第62号 平成30年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算第1号についてであります。法案について問われましたのは、国民健康保険事業の制度改正に伴う繰出金返還処理の変更の考え方についてであります。これに対し、健康福祉部から、今般の国民健康保険事業の制度改正に伴い、国民健康保険特別会計に対する一般会計からの基準外繰り入金は、 解消すべきものとされており国民健康保険特別会計における事務費の執行残額については国民健康保険の執行に要する経費として基準内繰入金として処理することはできないとの考え方の整理を行い基準外繰入金として一般会計に繰り戻すこととしたものであるとの答弁がありました。以以上の主要な論点以外にも 国民健康保険特別会計繰出金処理にかかる県からの指導状況などについて質疑応答が交わされた経過にありますが本案については一部委員から反対の意見がありましたのでその理由の概要を申し上げますその意見としては本案については国民健康保険事業の制度改正に伴い平成28年度決算まで行われていた国民健康保険特別会計からの 繰出資金返還のルールを変更し、新たに事務費の執行残額については、基準外繰り入れとして位置づける見直しを行ったものであり、これまで返還していなかった執行残額の処理を行うものであることから、本案に反対するというものであります。異常のような反対の意見がありましたので、本案は評決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定されました。 次に議案第70号、平成30年度会津若松市介護保険特別会計補正予算第1号についてであります。本案については、介護給付費準備基金積立金の考え方、介護保険システム改修の必要性、介護予防、日常生活支援、総合事業導入による市民への影響などについて、質疑応答が交わされた経過にありますが、 本案については、一部委員から反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、本案については、介護保険制度の改正による現役並み所得世帯の利用料引き上げに伴う、回収システム、伴うシステム回収にかかる増額補正であり、限られた階層であるとはいえ、一部利用者の介護利用料の引き上げがなされることから、 本案に反対するとい以上の,のような反対の意見がありましたので、本案は評決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり、可決すべきものと決定られました。次に、議案第73号、平成30年度会津若松市、後期高齢者医療特別会計補正予算第1号についてであります。本案については、後期高齢者医療広域連合納付金の納付が、 遅退した要因と今後の改善方針などについて質疑応答が交わされた経過にありますが本案については特に異論がないことから原案のとおり可決すべきものと決定られました次に承認第3号平成28年度藍坂若市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち当分科会に分担となりました案件についてであります 本案についてはコンビニ交付の現状と市民センター業務の整理の考え方、空き家等の実態把握の進捗と適正管理の周知に向けた取り組み、防犯等設置および防犯等電気料補助の考え方、マイナンバーカードの発行状況と復旧促進の在り方、簡単指ナビ窓口システムの活用状況と市民サービス向上の取り組み、斎場および 最上施設の長寿命化の進捗と新施設整備の見通し、質疑及および骨箱等、並びに搬送車の運行に関する補助金の運用状況と制度見直しの進捗、信用組取量改定の影響と今後の改定の在り方、美観に配慮したゴミステーション設置の考え方、消防団員の確保と消防設備更新の考え方、 ICT 絆事業の方向性と町内連携の考え方、給食食材放射線量測定業務の取り組み、太陽光発電システム設置補助の取り組みと今後の方向性、生活困窮者の実践に支援に向けた各支援事業の取り組み、緊急通報システムの有効性と委託契約の考え方、社会福祉基本委員会補助金の整理の考え方、 扶助費の増額要因とケースワーカー配置の適正化、夜間休業センターにおける小児科医確保の考え方、母子生活支援施設の運営状況と関連機関等との連携、飲料水対策事業の評価と今後の方向性、復活物専攻事業の現状と実施拡大に向けた取り組み、かわが第三幼稚園への職員配置状況と今後の方向性、 給油テスト、楽しい学校生活を送るためのアンケート活用の考え方、ICT 分野における教員研修の考え方、i 津 e 人材育成プロジェクト事業の取り組み、用務員代行業務委託の状況と今後の見通し、業人小学校改築等施設整備方針策定支援および基本設計業務委託における事業者選定の考え方、 小中学校に対するエアコン設置の考え方、中央公民館講座史文化の役割と修繕の在り方、図書館システム等補修委託における経費負担の在り方、成人年齢引き下げに向けた成人式の考え方、文化センターにおける目的外利用の状況と利便性向上の取り組み、文化振興における映像文化の位置づけ、 2020東京オリンピック・パラリンピック終了後のスポーツ振興総合型地域スポーツクラブの状況と活性化の取り組みなどについて質疑応答が交わされたところでありますまた法案については一部委員から反対の意見がありましたのでその理由の概要を申し上げますその意見としては法案については戸籍住民基本台帳費において個人番号制度にかかる住民基本台帳事務費 住民基本台帳ネットワークシステム事務費など、いわゆるマイナンバー制度に関する事業費が含まれている、マイナンバー制度はすべての国民に番号をつけ管理するものであり、平成29年度における、本市のマイナンバーカードの普及率は10.1%と、あまり普及が進んでいないことが判明し、市民の不安も依然として強く残っていることは明らかである。 また、教育委員会における奨学校事の発注方法に対して、本市の奨学校事事務処理要項の規定に沿わない形で実施されていた事例があり、教育委員会から今後の改善の方向は示されたものの、決算の認定は難しいと考えることから、法案については承認できないというものであります。以上のののような反対の意見がありましたので 本案は評決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。なお、党分科会の審査の中では、平成29年度行政評価結果報告書を参考とし、大南次総合計画に掲げられた3つの政策分野に加え、教育委員会における小学工事発注のあり方を論点とし、本案の審査の中で質疑を行い、印鑑討議を通じて、 分科会での合意点を確認したいたしましたので、その結果について申し上げます。はじめに政策分野、子ども・子育てについてであります。印鑑討議においては、子どもの居場所の確保と環境整備のあり方などを主な論点として討議が行われたところです。一つ目の論点は、児童館機能の集約と利用者への周知の考え方についてであります。健康福祉,福祉部からは 西中町児童館への児童館機能の集約にあたっては材木町児童館の廃止手続きの過程において利用者から不満や不安の声が出された反省に立ち自由来館者等に対して十分な意見聴取の機会や周知期間を設け混乱等が起こらないよう進めてまいりたいとの答弁がなされたが今後、城前児童センター及び業人町児童センターについても 段階的な機能収益が進められることから利用者等への意見聴取等には十分な配慮を行うとともに引き続き子どもの居場所機能についての検討が必要であるとの考えが示されました二つ目の論点は子どもクラブにおける受け入れ体制の充実と待機児童解消への取り組みについてであります健康福祉部からは待機児童の解消のため 委託先との調整や、本定例会に提案した一期第三子どもクラブの増設などにより、待機児童解消を進めているとの答弁がなされたところであり、その取り組みには一定の評価をするところであるが、子どもクラブの運営に対しては、一部保護者からの苦情や、学校等との連携不足が見受けられることから、関係者間の意見調整の機会を積極的に設ける必要があるとの考えが示されました。 三つ目の論点は、子どもクラブ等における障害児の受け入れ環境の整備についてであります。健康福祉部からは、子どもクラブにおいては、障害児の利用希望者数や障害の範囲が広がる傾向にあり、トイレの様式化などのハード部分の対応については、一定の整備を進めているが、支援に当たる人材確保など、ソフト部分の 対応が不十分であると認識しているとの答弁がなされたところである、子どもクラブの利用を希望する障害児は、この3年間で1.5倍程度増加しており、障害の程度に応じた職員の加配や専門資格を持つ人員の配置、ケアに必要な設備や施設整備や備員等の設置が必要であるとの考えが示されました。このような議論を踏まえ子ども たちの居場所づくりについては、子どもクラブの拡充等、一定程度の充実が図られつつあると評価するものであるが、今後、機能集約が進められる児童館利用者への対応や、子どもクラブにおける人材の確保など、質を高める方策等について、課題が残ることから、子どもたちが安心安全に過ごせる環境づくりに意を用いる必要があるとの共通認識に至ったところであります。 二つ目に政策分野教育に、学校教育についてであります。委員間討議におきましては、問題を抱える子どもへの支援と、専門性のある職員の配置のあり方などを、主な論点として討議が行われたところです。一つ目の論点は、適用指導教室の取り組み状況と、今後の方向性についてであります。教育委員会においては、学校に行きたくても登校できない児童、生徒等に対して、 適用指導教室を設置しており平成29年度実績において小学生5名中学生8名13名が通級しうち7名が原石校へ完全復帰4名が一部復帰2名が高等学校へ進学するなど取り組みの成果については評価するところであるが適応指導教室が開催されるのは毎週月曜日水曜日金曜日の週3日間 年間95日であり、開催の日数は十分と言えない状況にある、教育委員会からは、子どもたちが無理なく通級でき,るようできる日数としていること、また、適応指導教室の教育相談委員が、開催日以外には電話等での相談対応をしており、開催日を増やすと相談に対応できなくなることを理由に、 開催日数を増やすことは難しいとの答弁がなされたが適用指導教室に通級できる機会は可能な限り設けることが重要であり必要であれば新たな人員の配置も検討すべきであるとの意見が示されました二つ目の論点は特別支援学級における支援員の確保のあり方についてであります特別支援学級の支援員については20校21名の 配置がなされているが、教育委員会から臨時職員としての採用であることから、応募者が少なく、すべての要望に応える人的確保が難しい状況であるとの答弁がなされたところであり、今後、賃金や雇用期間などを見直し、身分保障をしっかりと定め、専門性のある人材を継続して配置できる方策についての検討が必要であるとの考えが示されました。3つ目の論点は スクールカウンセラー等の配置の考え方についてであります。教育委員会からは、相談件数も増加する中、児童・生徒の不登校や問題行動等の早期対応のためにも、スクールカウンセラー等の担う役割は大きいものと考えるが、基本的な配置は県が担っており、その不足分に対して市が配置を行っているとの答弁がなされたところであり、スクールカウンセラー等が 十分に力をはっきりするためには、担当する小中学校の教員等とさらなる連携が必要であり、配置に不足がある場合は、市においても積極的な対応が必要であるとの考えが示されました。このような論点を踏まえ、本市の問題を抱える子どもたちへの支援や相談体制については、一定程度の充実が図られつつあると評価するものであるが、 各事業においては必要な人材の確保が困難となっている状況が見受けられることから相談員や支援員等の身分保障と雇用形態の改善を積極的に進めるべきであるとの共通認識に至ったところであります。3つ目に政策分野地域防災についてであります。印鑑討議におきましては自主防災組織の拡充と避難時 災害時避難行動要支援者への対応などを主な論点として討論が行えたところであり、市民部においてはハザードマップや家庭用防災カルテの全項配布、災害時避難行動要支援者名簿の作成と、支援等関係者への配布などの取り組みを進めていること、また、市民共同推進事業における行政提案型共同モデル事業による 取り組みではあるが、本町地区における防災の勉強会やワークショップを通して、新たな自主防災組織の立ち上げにつながったことは、一定評価をするものである、今後においても災害に備えた地域の中での防災意識の醸成や自主防災組織の充実、強化を図るとともに、仏教横断的な避難行動要支援者に対する支援体制づくりを進めていく必要がある。 ととの合意点を確認したところであります四つ目に教育委員会ににおける小学のの発注あありり方についてであります教育委員会からは、小学校時の発注については、市民生活に危険または支障を及ぼす恐れがあり、緊急の対応を必要とする場合等、限られた条件において発注することができるものであるが、発注を行った工事の中には、本来一括しての発注が必要なものなど、議員が持たれるものが、 もものもあったと認識している緊急性の判断にも誤りがあり、今後、発注方法の適正化に努めるとの答弁があったところである、小学校時については、これまで総務部より小学校時事務処理要領等が示されているが、今後、その要領等に即した発注方法を遵守,遵守すべきであるあ、遵守すべきものであるとの 合意点を確認したところでありますなお、政策分野、学校教育の印鑑討議を通して、学校づくりに関わる専門性のある人材の確保と、必要な予算措置の検討について、次のとおり、等分科会として、要望的意見を取りまとめましたので、その内容を申し上げます。これからの学校づくりにあたっては教員以外も 教育相談員やスクールカウンセラー等、教育に関わるさまざまな専門職員との連携が重要であり、また、専門性の高い人材を確保していく必要性があるが、教育委員会の答弁にもあるように、その確保には苦慮しているところである、その背景には、これらの職種に共通する不安定な雇用条件があり、人材が集まりにくい構造となっていることから、 安定した身分保障と賃金のあり方について、早急に検討が必要である、また教育委員会においては、人材確保が困難な理由の一つとして、雇用にかかる予算を十分に確保できないことを挙げたが、平成29年の決算においては、第10回教育費全体で約1億5000万の執行残額が発生していることから、教育費全体の支出のあり方を見直し、 必要な事業に対しては、しっかりとした予算措置を行うよう要望するものである。次に承認第4号、平成29年度、会津若松国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、本案については、収納率低下の要因として、今後の対策と、収納率低下の要因と、今後の対策、低所得者に対する負担軽減への取り組みなどについて、 質疑応答が交わされたところでありますが特に異論がないことから予算の執行については適正なものと認められ認定すべきものと決定されました次に承認第12号平成29年度会津若松介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが本案については介護予防日常生活支援総合事業の 総括と財政補填の考え方、総合事業の目的と今後の方向性などについて、質疑応答が交わされたところであります。また、本案については、一部委員からの反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、本案については、介護予防、日常生活支援総合事業は、これまで介護保険が適用され、給付されてきた要支援1および要支援2の、 要支援者のうち、訪問介護、通所介護が介護保険から外され、市の総合支援事業に移管される、この総合支援事業については、国が事業費の上限を定めることから、事業費の抑制につながり、結果として要支援者の重症化が懸念される、また、事業費の不足分については、国や県からの補助金はなく、介護給付費準備基金の取り崩しが求められるなど、 実態を無視した給付抑制策である、また質疑においては、平成29年度における本事業の顕著な問題点は明らかにできなかったものの、本事業では4億3000万円以上の事業費がかかっており、今後の事業費の一層の増大への不安と、介護事業者の撤退など、今後の本事業への不安要素が明らかとなっていることから、保護については承認できないというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は評決にされた結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。最後に承認第15号、平成29年度、会津若市公期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、本案については、決算における高期高齢者医療広域連合納付金の納付地帯の影響と、広域連合等との 調整経過などについて、失業等が交わされたところでありますが、特に異論がないことから、予算の執行については、適正なものと認められ、認定,を認定すべきものと決せられた次第にあります。以上で、当分科会に分担となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 次に、第三分科会の審査報告を求めます。第三分科会委員長、古川雄一委員。古川雄一委員。 去る13日の予算決算委員会において、党分科会に分担となりました案件の審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。はじめに、事案第61号、平成30年度藍沢町一般会計補正予算第1号のうち、党分科会に分担となりました案件についてであります。法案については、あらかじめ観光商工部所管の観光振興事業費 プロジェクションマッピング開催事業補助金について分科会で論点を整理しその論点を中心に質疑を行った経過にあります法案についてまず問われましたのは事業費の積算根拠と経済,経済効果についてでありますこれに対し観光商工部からプロジェクションマッピング開催の全体経費1億円のうち警備運営費用分 900万円を市の補助金対象として積算したところであり平成29年度はプロジェクションマッピングの開催により東山温泉、芦の町温泉等の市内宿泊施設において約650名の宿泊者が増加となる効果があったとの答弁がありました。 取りり組みについてでありますこれに対し、観光商工部から関係機関や旅行エージェントと連携し、プロジェクションマッピングを活用した冬季観光誘客を積極的に推進するとともに、来場者を開催会場から街中に誘導していくための取り組みを検討していくとの答弁がありました。以以上のの主要な論点以外ににも観光遊客にあたっての入込み 客数等統計データの収集およびその分析の活用、経済効果の分析手法、主催者と市の役割分担の考え方などについて、質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと結成られました。次に議案第65号平成30年度 藍坂市観光施設事業特別会計補正予算第1号及び事案第67号平成30年度会坂若市地方卸売市場事業特別会計補正予算第1号の2案件についてでありますがこれら2案件については特に異論がないことから原案のとおり可決すべきものと結成されました。次に承認第3号平成29年度 会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、当分科会に分担となりました案件についてであります。法案については、あらかじめ第7次総合計画に掲げる政策分野について、分科会で論点を整理し、その論点を中心に質疑を行った経過にあります。法案,案についてまず問われましたのは、政策分野、企業立地産業創出のうち、 ICT オフィス環境整備事業の誘致成果及び進捗状況についてでありますこれに対し観光商工部から ICT オフィスへの有機企業誘致については株式会社アユムと連携しながら市も責任を持って取り組んでおり平成29年度の実績として旧社の入居意向表明を得た現時点では11社の入居 意向表明を受けており今後も目標である十五社の誘致に向けて全力で誘致活動を進めていくとの答弁がありました次に問われましたのは ICT オフィス交流棟の利活用についてでありますこれに対し観光商工部から株式会社アユムが委託した一般社団法人データフォークリエーションにおいて交流棟の活用に係る企画の立案と 運用事業者の誘致活動が行われたとの答弁がありました。これに、次に問われましたのは、政策分野、観光についてのうち、公益観光の推進状況についてであります。これに対して、観光商工部から、極上の会津プロジェクト協議会や、日光会津観光軸活性化推進協議検討会、会津置玉公益観光推進協議会により、 他自治体や交通事業者等と連携した広域観光の推進に取り組みさらに新潟市、佐渡市、京都市などとも連携し観光誘客に取り組んでいるとの答弁がありました次に問われましたのは会津地域の観光統計データの収集と活用の考え方についてでありますこれに対し観光商工部から極上の会津プロジェクト協議会において 観光施設等の入り込み客数を単純合計したデータはあるものの統計の手法については今後研究していきたいとの答弁がありました次に通りましたのは広域観光の課題と戦略についてでありますこれに対し観光商工部から国内においても藍津の知名度が低い地域があることが課題であることから日光など知名度の高い観光地から藍津へと 観光客をつなげていくため、首都圏を運行する列車内における、誘客広告の形出や、ブロガー等 SNS を活用した情報発信に取り組んでいる、また、誘客ターゲットの観光についての興味、関心等を調査し、戦略的にいつの強みである歴史、文化、自然を生かした広域周遊ルートの整備を進めていくとの答弁がありました。 次に問われましたのは、インバウンドの推進について、外国人観光客宿泊者数が増加している理由の分析と、今後の戦略についてであります。これに対し、観光商工部から、台湾とタイをターゲットに、旅行泊での売り込みやプロモーションに取り組んでおり、その効果が現れていると分析している。また、日本に数… 複数回お訪れる観光外国人観光客に対して、日本に来る前と日本に滞在中の情報発信を検討していくとの答弁がありました。次に問われましたのは、政策分野、中心市街地、商業地域についてのうち、新名通りのアーケード整備やイベント事業への補助など、中小企業振興補助金交付による 少地域活性化の成果についてでありますこれに対し、観光商工部から、新名通りのアーケード整備後について、売り上げはほぼ昨年並みであるが、歩行者の通行量は増加している、また、イベントの実施を支援することにより、地域の魅力向上と地域活性化に取り組む人材の育成につながっているとの答弁がありました。次に問われましたのは 中心市街地における歩行,歩行者通行量の分析についてであります。これに対し、観光商工部から、平日は観光客により通行量が増加している一方で、平日は通行量が減少している、このため、コミュニティ拠点となる施設の整備などにより、市民を街中へ誘導する取り組みを進めているとの答弁がありました。次に 問われまましたのののは中心市街地の現状と課題今後の取りり組みについてでありますこれに対し、観光商工部から事業者の高齢化などによる廃業、商店街の虐待化が懸念される状況にあり、また、インターネット販売等、販売形態の多様化への対応が課題となっている、インターネット販売や大型店舗と価格において対抗することは難しいため、 価格以外の魅力の創出、地域活性化に主体的に取り組む人材育成が重要である。このため、高校生と連携したシャッターアートの作成による賑わいづくりや、街の魅力を発信する情報誌づくりなどを通じ、人材育成を進めていくとの答弁がありました。次に通りましたのは、政策分野、食料、農業、農村についてのうち、 第三次会津若松地産地消推進プランに基づく地産地消を推進する取り組みについてであります。これに対し、農政部から、第三次会津若松地産地消推進プランは、地域の恵みを生かす地産地消を基本目標とし、地元農産物の消費拡大、地域農業への市民の理解向上に取り組んでいる。具体的な取り組みとして 地産地消祭りを生産者と消費者が直接交流することができる非常に重要な機会と位置づけ地産地消運動の宣伝啓発や地元農産物、地域農業への理解推進さらには ICT を活用した農業や会津の農産物の安全性の PR お種人参や会津見知らず柿などの地元特産物の PR を行っている。 平成29年度については、約8000人の来場者があり、リピート率が70%を超えているなど、市民満足度の高い事業となっているとの答弁がありました。次に問われましたのは、学校給食における地元農産物の利用促進についてであります。これに対し、農,産農政部から、第3次藍沢松地産地消推進プランにおいて、学校給食における 地元農産物の利用割合を平成33年度に55%とすることを目標に設定し、平成28年度は53.2%、平成29年度は54.8%と着実に増加しているところであり、今後も教育委員会や生産者と協力協にしながら、利用促進にも取り組んでいくとの答弁がありました。 次に通りれましたのは会津食の陣による地元農産物のブランド化および消費拡大の効果についてであります。これに対し農政部から会津食の陣についてはフォーシーズンごとのテーマ食材を利用した飲食メニューを参加店舗で提供することにより会津の食の魅力発信と消費拡大ブランド化を推進し 市民の会津産農産物に対する理解向上とともに、テーマ食材の出荷金額の増加などの効果が現れている。一方で、参加店舗が減少している減少状況にあるため、課題を分析するとともに、会津重楽などのイベントへの参加、公式ホームページや SNS の活用、観光案内所や県内宿泊施設等へのパンフレット配布などにより、 事業の周知に努め、さらなるテーマ食材の消費拡大、ブランド化を推進していくとの答弁がありました。次に問わ,問われましたのは、長寿被害対策事業における現状と課題についてであります。これに対し、農政部から長寿被害対策実施隊を編成し、捕獲技術の向上と効果的な捕獲に努めている、ほか捕獲を行う人材確保のため、 狩猟の魅力と、藻に体験できるハンティングシミュレーター体験会を開催している、また、地域住民自らが鳥獣被害防止対策を継続的に行う取り組みが有効であることから、市と地域住民が連携し、電気柵の設置や、山林と農地の境界を明確にするための円形体の設置などを行い、野生動物と人間の住み役を目指している。 さらに近年、月の輪ワグマの市街地への出没件数が増加しているため、県や野生鳥獣の専門家と連携した集落環境診断を実施し、被害防止に取り組んでいるとの答弁がありました。以上の主要な論点以外にも、人農地プランの作成・推進に向けた取り組み、農村活性化プロジェクト支援事業の成果、会津の夏祭り事業の評価、会津地域 地域・世界農業遺産の今後の展開、農業次世代人材投資資金の実績と新規就農者への支援、特色ある会津米生産拡大事業の実績と課題、土地利用型園芸作物産地化支援事業の課題、グリーンツーリズムの取り組みの成果、ICT を活用した農業生産の実績、 安全農産物生産産支援事業の成果農産物安全情報等発信事業の成果と課題土地改良区への支援の在り方漆樹育成事業の実績と今後の取り組み風評対策キャラバン隊活動事業の今後の考え方医療トレーニング機器開発の今後の展開漆るプロジェクトの成果桜咲く会津プロジェクトの今後の展開 会津若松市戊診150周年記念事業についての市民の認識、会津祭りの課題と今後の展開、会津若松観光ビューローとの連携,の連携体制のあり方などについて、質疑応答が交わされた経過にありますが、法案については特に異論なく、予算の執行について適正,適正なものと認められ、認定すべきものと結成られました。なお 当分科会の審査の中では、第7次総合計画に掲げられた政策分野に対し、本案の審査の中で質疑を行い、委員間投入を通じて合意点が確認されましたので、その経過について申し上げます。まず、政策分野、企業立地、産業創出に創出についてであります。観光商工部からは、ICT オフィス環境整備事業について、株式会社アユムと、 連携しながら市が責任を持って事業を推進しているとの答弁がなされたところであるが、市が適切に株式会社歩を管理監督しているのか、自問であり、また ICT オフィスの交流等の利活用についても、現時点において不透明である。本事業には多額の一般財源が投資されており、本市の地方創生関連事業において、核となる極めて 重要な事業である。主として責任ある事業執行と市民や議会に対する適時、適切な報告に今後さらに意を用いていくべきであるとの認識を確認したところであります。次に政策分や観光についてであります。観光証拠部においては、広域観光およびインバウンド観光を推進していくにあたって、会津の知名度が低いと認識していることから、 日光や大内塾などとの広域観光の推進、交通アクセスの連携強化、外国人観光誘客におけるターゲット国の検討など、観光誘客戦略の再検討と、首都会津若松観光ビューローとの連携体制など、観光誘客の推進体制について見直す必要があるとの認識を確認したところであります。次に政策分野中心市街地 少地域についてであります。観光商工部が中心市街活性化のため、市民が集うコミュニティ拠点の整備や、地域の魅力向上につながるイベント実施の実施への支援、若者を,もを巻き込んだにぎわいづくり、地域活性化に主体的に取り組む人材の育成を進めてきたことについては、一定の評価をするものである。しかしながら、約170ヘクタールの広い エリア設定となっている中心市街地で成功事例を作り出すことは困難な状況にあると考える、にぎわいのあるまちづくりのために行政の果たすべき役割は大きく、成功事例を作り、そこからにぎわいを広げていくため、モデルケースを設定し、市が集中的に支援するなど、これまでの発,生を発想を転換した取り組みが必要であるとの認識を確認したところであります。 次に、政策分野、食料、農業、農村についてでありますが、農政部が第3次会津若松地産地消推進プランに基づき、地産地消祭などにおいて、生産者と消費者の交流機会を創出し、地元農産物の消費拡大、地,地域農業に対する市民の理解向上に取り組んできたことについては、一定の評価をするものである。 しかしながら、地域農業の今後の展望や生産者や消費者と共有し、地域農業を活性化していくために、学校給食における地元農産物利用のさらなる推進や、地元農産物のブランド化について、今後さらに意を,いいを用いていくべきであるとの認識を確認したところであります。最後に承認第7号 平成29年度、会坂町市観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定および、承認第9号、平成29年度、会坂町市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定の2案件についてでありますが、これら2案件については、何ら異論なく、予算の執行について、適正なものと認められ、認定すべきものと決定された次第であります。 以上で党分科会に分担となりました案件全部について、その審査の経過と結果についての報告を終わります。次に、 第四分科会の審査報告を求めます。第四分科会委員長、佐野和枝委員。佐野和枝委員。 春13日の予算決算委員会において当分科会に分担となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げますはじめに議案第61号平成30年度藍住若松市一般会計補正予算第1号のうち当分科会に分担されました案件についてでありますが本案については何ら異論なく 原案ののとり可決すべきものと結成られました次に、議案第63号、平成30年度会津若松市港町簡易水道事業特別会計補正予算第1号、および同第64号、平成30年度会津若松市西立ら簡易水道事業特別会計補正予算第1号の2案件についてでありますが、 これら2案件については、一括して審査を進めた経過にあります。これら2案件については、前年度繰越金の取り扱いの再等について質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと結成られました。次に、議案第66号、平成30年度会津若松市、 下水道事業特別会計補正予算第1号、東大68号、平成30年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算第1号、東大69号、平成30年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号、東大71号、平成30年度会津若松市 個別生活排水事業特別会計補正予算第1号および同題72号平成30年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計補正予算第1号のご案件についてでありますがこれらご案件については何ら異論なく原案のとおり可決すべきものと結成られました。次に 承認第3号、平成29年度会津若松市、一般会計歳入、歳出、決算の,認定,の認定についてのうち、当分科会に分担されました案件についてであります。法案につきましては、あらかじめ分科会で第7次総合計画,計総合計画に掲げる政策分野のうち、雪対策にかかる 論論点点ををを抽出しその論点を中心にに質疑を行った経過にあります本件についてまず問われましたのは、平成29年度の除排設業務の総括についてであります。これに対し、建設部から、平成29年度の除排設対策事業は、総額12億726万8160円を執行したものであり、 そのうち、指導の除排雪業務、雪捨て場の維持管理,すません維持管理等業務などの委託料として、9億6961万5900円を執行した、さらにそのうち、雪山取を主とした排雪業務の委託料として、約 2億7700万円を執行したところであるが、12月12日に積雪55センチを記,憶したのあ記録したのをはじめ、1月2日から3日にかけて、1月24日から26日にかけてと、短期間に降雪が集中したことに加え、例年に比べ低温であったことから、排雪にかかる経費が増大したものと認識している。 との答弁がありました。次に問われましたのは、市民から寄せられた苦情、要望件数とその傾向についてであります。これに対し、建設部から苦情、要望件数は約2300件であった。その内容として、例年であれば早期の除雪を望むものが多いが、平成29年度においては、早期の排泄や道路にできた 私の解消を望む声が多かったとの答弁がありました次に問われましたのは地区からの要望が多い通学路の除雪についてでありますこれに対し建設部から歩車道が分離している路線については小型ロータリー車による除雪作業を行う路線を増やすなどの対応を行った一方 保車道が分離されていない路線においては除雪により歩行者の通行スペースが狭くなることが起こり得ることから学校と連携しながらロータリー車による拡幅作業を実施したとの答弁がありました次に問われましたのは市による私道除雪の実績と市民が実施する私道除雪に対する女性の あありり方についてでありますこれに対し、建設部から平成29年度は36路線、3.2キロメートルの私道の除雪を実施した、現在の私道除雪に対する助成の主なものとして、市も構成員となっている会津若松市除雪対策協力会による除雪機械の借り上げ、購入補助などの助成があるが、 同協力会の構成委員の減少により予算が厳しい状況にあることからこの助成に代わる新たな方策を市民部健康福祉部などを含め全庁的に検討する必要があると認識しているとの答弁がありました次に問われましたのは間口除雪の実績と地域ごとの実施状況についてでありますこれに対し建設部から 平成29年度においては、会津若松市社会福祉協議会に事業を委託し、委託料として約163万7000円を執行した、事業実績として64町内会の協力を得て、除雪困難世帯468世帯の間口除雪を実施したところであり、延べ出動回数の総計は、 回1世帯当該年度の除雪車、全車稼働による除雪回数が16回であったことから、判断すれば適切に業務を実施できたものと認識している、なお、間口除雪が多かった地区などの分析については、今後、検討していくとの答弁がありました。 以上、これらの論点以外にも、気象情報状況と除雪業務実施回数との関連性、除排雪業務の稼働実績、除排雪対策事業費の増額補正に至った経過、市、地区、業者の3者による除排雪にかかる打ち合わせの状況、降雪量と 除排雪対策事業にかかる人件費との関連性、防雪策設,設置、撤去作業業務委託における委託料積算の考え方、除雪車運行管理システム導入の効果と今後の運用方針、指導一17号線、レンガ通りの機械除雪実施についての認識、雪対策にかかる町内連携の状況、 湧雪,雪装置の維持管理の実施状況、指導館1の6号線や、都市計画道路藤室舵屋敷線をはじめとした各路線の整備状況と今後の見通し、会津大橋橋梁補修工事による補修内容とその効果、河川浄化業務委託および河川緑化業務委託の業務内容と、自宅団体の概要、 2号流雪港、改修工事の実施内容とグレーチング効果に交換による騒音の軽減効果、調査委託結果を踏まえた鶴ヶ城公園、石垣の現状に対する認識、会津陸上競技場公認継続関連改修工事の概要と公認審査の結果及び、及よび当初施工時の 何でしたっけこれすみま,ません、菓子の有無、会津総合,館あ総合体育館、トイレ改修工事および、鶴ヶ城体育館照明設備、あ改修工事および、鶴ヶ城体育館照明設備改修工事による施設改修の効果と施設利用者の反応、扇町土地,土地区画整理事業に対する、 公共施設管理者負担金の積算根拠と、これまでの進捗率、CLT 財の使用に対する認識等について、失業等が交わされた経過にありますが、法案については、除排せ対策事業における課題解決に向けた今後の在り方を論点として、委員間討議を行ったところであります。委員間討議ににおいてはは除雪にかかる市民満足度は 高いと評価する一方、排泄の苦情件数が多いことや、高齢化に伴う福祉除雪の視点から、さらに検討する必要があるとの意見、排泄の手法をさまざま検討することで、間口のの雪対策などの諸問題の解決につながるのではないかとの意見、高齢化が進む中、間口除雪に対する予算を増額すべきであるとの意見。 雪対策は、前兆的な対応が必要であるとの意見、除排せつ事業の委託量の精査を進め、持続可能な事業の在り方を検討すべきであるとの意見、通学路や私道における除排せなど要望のある事項について、さらに検討すべきであるとのご意見など、種々意見が交わされた経過にありますが、 排泄や福祉除雪など、市民要望が多くある事項について、さらに、手法・予算措置等を検討していく必要があるとの共通認識に至りました。異常のような委員間討議がありましたが、法案については特に異論なく、予算の執行について適正なものと認められ、認定すべきものと決せられました。なお本案につきましては 市民要望の実現に向けた除排雪対策のさらなる検討について、党分科会,会としての要望的意見を取り,、ま、取りまとめましたので、その内容を申し上げます。本市の除排雪対策事業について、これまでの執行機関の取り組みの成果により、除雪に関する市民の評価は高くなっており、この点について評価するものである。 その一方で、廃絶については、平成29年度において、委託料として約2億7700万円を執行しながらも、多くの苦情要望が寄せられている実情がある、また、高齢化が進行する中にあって、私どうや間口の行き対策といった福祉的な側面を有するものをはじめとして、多くの課題が 残されているることも事実である雪対策は市民生活に直結する大きな課題である、今後においては、これまでの取り組みに加え、市民要望や課題を解決するため、市民の意見を聞きながら、新たな手法や予算措置の在り方、建設部のみならず、前兆的な課題として取り組み体制など、 さらなる市民満足度の向上に向け、検討を進めるよう要望するものである。次に、承認第5号、平成29年度会津若松市港町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、および同第6号、平成29年度会津若松市西田面ら簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の 認定についての2案件についてでありますが、これら2案件については、一括して審査を進めた経過にあります。これら2案件については、平成29年度における簡易水道の給水原価の差についての認識、不要額が発生した理由、料金徴収業務委託の概要等について、 質疑応答が交わされた経過にありますが、これら二案件については、特に異論なく、予算の執行について適正なものと認められ、認定すべきものと結成られました。次に、承認第8号、平成29年度会津若松市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第11号、平成29年度会津若松市 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、および第,同同第13号、平成29年度会津若松市個別生活排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についての3案件についてでありますが、相互に関連することから一括して審査を進めた経過にあります。 これら3案件について問われましたのは、平成29年度決算における汚水処理原価や浄化層設置費用等を踏まえた個別生活排水事業の今後の方針についてであります。これに対し、建設部から汚水処理原価は1立方メートル当たり385.8円であり、また、47基の合併浄化層の設置費用は 1> 約1億1940万円と、他の汚水処理事業に比べ,比べて、収支状況としては厳しい事業である。しかし、公共下水道区域、農業集落排水区域の対象とならない区域の汚水処理は、個別生活排,排水事業により、水質保全を保る、あかる必要がある。現在の 汚水処理計画期間である平成39年度までは現在の計画で事業を実施し、平成40年度以降については事業計画の見直しも含め、検討していくとの答弁がありました。以上の論点以外にも、芦ノ湖処理区の今後の整備方針、雨水幹線の整備状況、東山1号雨水幹線基本 調査業務委託等の結果を踏まえた今後の一斉対策の方針、3事業における受,託受益者負担率の割合、個別生活排水事業の推進に向けた取り組み状況、季節の単独浄化層に対する対応等について、質疑応答が交わされた経過にありますが、これら3件については特に異論なく、 予算の執行について適正なものと認められ、認定すべきものと結成られました。次に、承認第10号、平成29年度、会津若松市、扇町都市都市区画整理事業特別会計、歳入歳出、決算の認定についてであります。本案については、平成29年度の事業進,進捗状況を踏まえた事業完了時期に対する認識、 保留地の整備と保留地処分金の見通し、今後の交際費の見通し、事業完了後における特別会計の取り扱い等について、質疑応答が交わされた経過にありますが、法案については、特に異論なく予算の執行について適正なものと認められ、認定すべきものと結成られました。次に承認第14号。 平成29年度会津若松市三保松地区宅地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。法案については、調査委託の結果を受けた旧第三工区の盛戸土についての認識と、今後の方針周辺、周辺住民への周知状況等について、質疑応答が交わされた経過にありますが、 法案については、特に異論なく予算の執行について適正なものと認められ、認定すべきものと決成られました。最後に承認第16号、平成29年度会津若松市水道事業会計決算の認定に,についてであります。法案については、平成29年度決算に関する評価を、論点として委員間討議を行ったところであります。 委員間討議においては、料金改定を実施する際に、詳細な水道事業会計の見通しが示された、決算書および監査委員の審査意見書を見るに、この見通しのとおり進められたことが分かることから評価すべきであるとの意見、水道料金改定後の経営状況等について、 関西委員の審査意見書においても評価されているとの意見、21.66%の大幅な料金改定を実施した上で、剰余金が発生した平成29年度の決算について評価することはできないとの意見など、主旨意見が交わされた経過にあります、異常のような委員間討議がありましたが、 法案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、水道事業会計の決算については、さまざまな問題があると認識するため、認定することはできないというものであります。異常のような反対意見がありましたので、法案は評決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと結成られた次第であります。 以上で党分科会に分担されました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。以上で。 各分科会の審査報告が終わりました。ここで暫時休憩をいたします。再開を11時25分といたします。があの全員揃いましたので、再開したいと思います。それでは、休憩前に引き続きまして、再開をいたします。これより、審査報告に対する質疑に入ります。なお、審査報告に対する質疑は、各分科会の審査の経過と結果に対する質疑であり、 また審査の概要の理解、事実の確認であって、自らの論点を正すものではなく、さらに意見の改陳は討論でなされるべきものであるので、これらの点に留意して、発言をお願いいたします安倍委員、えー、まず第一委員会の方に、何点かしら質問いたします。 地域交通に関する質問ではです、ね、港バスが今、走っているんですけれども、あの一番の需要は、朝の通学と高校に、高校生ですね、通学と、それから病院に行く人の通,通院のバスのこれからの手配、その点については、どういうふうな意見が交わされましたか。それから2目 えっとうん、あの光ケーブルの問題、通信情報、情報通信課題なんですけれども、光ケーブルの問題について、えー、目立地区まだ入ってはいませんけれどもあ、これをあのどのようにあの考えているのかっていう話は出ましたか。というのはあの何、何年も前からです、ね、この問題はあの要望は上がっているんです。 ただ、あの利用者が少ないんではないかということでいまだに未だに敷設されてないんですけれども、万代町なんかはですね。逆に少ないからという部分については、あ情勢の補助であの導入しております。で、えー、この問題についてはですね。あの5、6年前にあの徳島県上山町を。 訪問したときにいち早く光ケーブルを入れたおかげで、えっ、ー、とあのここではサテライトオフィス,フィスのあのあの延、ー、長報告をしすぎだから延長方向で言ってます。ケーブルはどのようになっているのかということをあの聞いておきます。それからですね、市役所の建設について当局が答えたということで職員数の 大きく変わらないと、人の流れは大きく変えないということで、現状に建設するというふうな話を聞きましたが、あの人口がどん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 減っているという現状で、職員数を減らさないということ、またはあの先ほども誰かが指摘していましたが、あの第二分駐車の方に駐車場を設けるというふうな話がありましたけれども、 この点で不便さは感じないのかどうなのか、その辺の論議はなされたのかということをが確認したいと思います、それから、えー、県立病院の跡地についてはです、ね、市民の意見をいろいろ聞くというふうな話がなされてましたが、あの目的とのない公用,地の公用地として取得するというのは、これは財政法助違反じゃないかと思うんで、 その辺の確認はしたのかどうなのか、えー、で監査の指摘については、ですねあの大型施設の監査については、去年はですねかなり厳しい指摘がなされていると、私は認識していますので、その辺があがどのような具体的な厳しい指摘であったのかどうなのかと認識した上での今回の承認だったのかどうなのか、その辺を聞きたいと思います。委員長 一番最後だけ確認をさせていただきますが、まあ、前4つはいじゃあ,あの、土屋委員長、はい、お願いします安倍委員からの,、えー、あの質問でございましたけれども、一、えー、番目の質問に関しては、えー、特段、そのような議論はなかったと、えー、記憶しているところであります。 から2番目の、えー、光ケーブル云んということに関しても、えーまあ、当局も検討していくということでございますが、なかなかあの住民の中にも必要性を感じない人がいるというようなことで、えー、あの先ほど、えー、報告の中でも申し上げましたけれども、えー、整備の方向性について、まあ、意向調査の結果を踏まえて、検討していくという段階でございました。 あと、3番目の庁舎整備の現状で人口減少ということを加味して質疑があったのかということでございましたが、人口減少うんぬんということを直接質疑の対象にはしていなかったところであります。から4番目が、目的のない跡地、土地の購入についてということでの質疑ということも、具体的な 話はありましたけれども、その、えー、スタートの段階での質疑っていうのはなかったと記憶しております。あと五番目の監査については、ちょっと、えー、質問の趣旨が理解できませんでしたので、もう一度、えー、言っていただければありがたいです。はい、阿部委員。えー、多分去年の監査の報告の時にですね、あの水道の重要な方も含めてですね、あの。 適切な競争性が反映されていないと、1社入札になってしまったりね、2社のうち1社が途中で辞退したりしたりという、そういうあの適切なあの競争性が確保してされていないという厳しい指摘があったと思うんですけれども、あの今回も同じようなことが見受けられます、いろんなところでね。 監視する場所ですので、その辺がどのように反映されていたのか、お聞きしたいと、そういうことでござ、はいま第一文化会委員長、土屋委員長。今、安倍議員があのご指摘のような内容での質疑は行われておりませんでした。安倍委員 第2委員会についてちょっとお聞きします。えー、っと、要するに自動館についてエアコンが設置する方向での話し合いがなされたのかどうなのかということでございます。えー、それからですね、えー、自動館の廃止について、えー、これは実はあのうちの孫たちも今かあの拡張 地区なんですか、ね、近況地区なんですかね、お城前の子どもあの児童館に通っております、であれがなくなると、大変あの、共稼ぎの家庭、これは困ってしまいます、でこういう点では、あの健全な育成という点で、あの子どもがその辺で野良恋で遊んでいるようなことになっても困りますんで、やっぱそういう立ち寄りの施設があるということは大変有効だというふうに思いますんで、あの今後ですね、 あのこの廃止された後がどうなっていくのかというのは、あまり明確に私たちは覚えてないんですけれども、あのこのあり方について、どのような論議がなされたのかということをお聞きしたいと思います。それから、先ほど、マイナンバーの問題が出ましたんで、あの確かにあのいろんなところで情報が漏えいしているという事故,事故がですね、 あの次々に起こっておりますその辺のあのプライバシーの保護という点から、確かにこの指摘はあの当たっていると思いますので、それでもなおかつないマイナンバー制度を維持し、さらにこれの,あの枠を、ね、拡大していくというような方向については、あの正しくあの論議されたのかどうなのかという,う3点について、まずお聞きしたいと思います。 鈴木委員長自動、えー、館の、えー、設備の問題と廃止の問題、それからマイナンバーの、えー、問題についての、えー、質,疑質問でありますけれども、基本的には委員,長や委員,委員会報告のとおりでございます。鈴木委員長、えー 委員会報告の通りでございます。あ、文化会報告の通りでございます。エアコンは？鈴木委員長。文化会報告の通りでございます。はい。よろしいですか？阿部委員。全く誠意のない答弁でガクられしましたけど。 えー、第3委員会は真面目に答えてください、えー、プロジェクションマッピングのお宿泊者数が650名増加しましたと、これであの、経済効果があったのかどうなのかというのは分かりませんが、ただ私も本会議で指摘したように、このプロジェク,プロジェクションマッピングを主催する桜企画だけかな。あのそことあの アイドル・バカムシの持ち出し分の比率の暗分の方式が、全く一年一年、全く違ってます、だからどういう根拠でアイドル・バカムシがあの補助金を出しで、この主催団体がどういう方法でこの積算をしているのかっていう根拠は全く分かりません、毎年毎年、計算の項目が違ってくるんですね、算出の項目が。 こんな事業でいいのかっていうふうなことは、本当にあの分からないので、この辺については、ちゃんとした論議をしたのかというふうにあの感じてますので、お願いします。それから、鳥獣の被害なんですけれども、民間で何とかしろよっていう話になったって、の熊なんかは民間でどうしようもありません。でその問題についてあのきちっとしたその 港では年間十数回の目撃が、情報が寄せられております、でそのために最近は、あの市のほうでもです、ね、翌日、捕獲籠を持ってきたりはしてますけれども、その頃はもう逃げていないというような話もいろいろ聞いておりますので、有効なこの捕獲方法っていうんですかね、これはやっぱりすぐに検討されていくべきだと思うんですけれども、その辺あの。 緊急性を持って論議されてたのかどうなのかということですね、それからハクビシンの被害が、私のうちも今年はトウモロコシ一本も食えないほどやられてしまいました、そういう意味でいうと、ハクビシンの被害というのは、農作物だけじゃなくて、川区の中にも入り込んできたりして、非常にあの害が大きいと思いますんで、この辺の抜本的な対策ですね、もうすでにもう何年も前から同じような問題、指摘されいてるんですけれども、有効な きちっとした、うん、プロジェクションマッピングに対する積算の根拠と、うん、あと長寿対策に対する確保確保の仕方についての論議が分科会であったのかどうかこの二点でまだ終わってないんですけれどもなんでは止めるんですかもう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 一つありますでちょっと確認です確認しろって言ったから確認してるんですはいじゃあもう一点お願いします、はい、なんでそんなこといちいちまあ、周りから言われなくしならないんだ 実質的にこの,あの予算決算委員会、うるさい、予算決算委員会というのも、実質的な論議をしなくちゃなんねって言っているのに、形式的に終わってから、ちゃんと中身をわざわざね、確認しましょうという話でしているのに、それさえも許さないという話になってくると、こんなことやっていくことは必要ないという話になってくるんだけど、それでいいのかな審査の概要に対する質疑を続けてくだすみません、議員申告お願いします、今後の。はい 議事執行、石石田田員員はい議事進行石田委員どうぞあの今、安倍委員がおっしゃったですねあのプロジェクションマッピングっていう、ただ単に言われましたが、委員長にお願いがあるんですが、ちゃんと議案と承認とか言っていただいて、そこで分けていただかないと、私もプロジェクションマッピングは、議案第六十一号、平成三十年度、一般会計の補正の中で九百万というのと、 承認との分け方でででどうなんんすすかい質問をしたいんですよ、ね、だから承認3号なのか、一般会計なのか、今回の決算の中身に入ってるのか入ってないのかもちゃんと分かった上で、ちゃんと明記した上で、質問をしないとみんな分からないので、そこは委員長、ぜひ進めてください、そういうふうに承知しました。それじゃあ、えー、安倍委員じゃあ 決算の部分は、第議案61号の補正予算の部分です、それから、あ標準の部分が承認になるのかな、第3号になるのかなということです、それから承認第3号の中で、えー、さらに言わせてもらいますと、この ICT オフィスについて、えー、これのですね、 誰かが言ってましたけど、会津は知名度が低いというふうな発言があったというふうに聞いてますけれども、会津は東北の中では、先代と同じくらい有名な都市です、そういう認識自体がおかしいんじゃないかと思いますけれども、なんでそういう論議になったのかなということを聞きたいと思います。 プロジェクションマッピングの積算根拠に対する質疑があったのかどうか、2点目については長寿対策に対する捕獲の方法についての質疑、で最後、ちょっと ICT オフィスに対するその知名度がうんぬんということがありましたけれども、じゃあ、その点につきまして、そういう質疑応答があったのか、あったのかどうかについて、じゃあ、答弁をお願いいたします。 古川委員長あのプロジェクションマッピングにつきましては、主催が桜咲く会津プロジェクトというところであの、まあ、やってきたわけですけれども、あのもともとは復興,復興基金からの予のということでやってきてて、それがですね、毎年あの、各企業から、あの まあ、共産金を募るというようなことで、というやり方なんですね、で今回はあの、まあ、すみません、事案第61号の補正ですけれども、その中で900万ということで、その900万を何に使うんだというあの質には当然しました、ただ総額で1億円ということでありますけれども、その1億円の中身については、質にはしませんでした。それからあの長寿被害については あの,白の,あの件も出ましたただあの住、地域住民自らがというあの表現がありましたけれども、これはあの住民自らあのそのまら、あ、防止策をしなさいよということではなくて、市もいろいろ取り組んでいるので、それに協力してという意味だったと思います、それからの、えー、と会津という知名度が低いという件ですけれども。え あクマもそうです、ええ、当然あの、やはりツのワグマが一番メインの鳥獣、まあ、被害の大本ですので、それに付随してハクビシンの件も出ました、それからの知名度が低いというのはあの、観光の部分での話であったわけで、あのーまあ、当局からそういう発言がありましたので、いや、そ,それは。 まあ違うというか、会津は知名度が低いというふうには感じないよということで、ただあの、海外に対しては知名度が低いということで、あの再度、東京から答弁はありました国内というよりは、海外においては会津というのは知名度が低いという意味だったと思います。安倍委員 えと広域観光の部分で、えー、日光とか新潟、佐渡との連携を深めるということの、あのー、報告がなされましたが、この日光とのです、ね、協議会はもう何年も前から作られております、あのー、佐渡と新潟は分かりませんでしたが、あのー、ところが、協議会は作られてるんだけれども、実質的に年に1回会合するだけで何の実績もないんですね。こういういややり方を何本やっても 日光からの誘客というのは見込めないと、一般質問の中で東部戦闘の関連で私もこのことは言いましたけれども、実質が何にもないんだと、ただ形を作ってそれで終わっているというふうに私はずっと思っているんですけれども、その辺はどのような質疑応答がありましたか。古川委員長まあの日光との 公益連,連携というのも当然、質疑をしたわけですけれども、やはりあの交通アクセスとの連携が大事ではないかということで、質疑、まあ、がされ,たされました、やはりあの日光と、まあ、直接、会坂若松市との,あの、まあ、やり取り、連携とも大事ですけれども、やはり交通アクセスとの,あの、まあ、連携が最も重要だろうという。 こととだったと思います石田委員、えー、ちょっと順番変わりますが、えー、まず第3分科会委員長報告に対してお伺いします、議案第61号、平成30年度、一般関係の補正でありますが、同じくプロジェクションマッピング、えー、と委員長報告の中では、29年度、 650人の足の足東山の増客が見込めた,ただし30年のことについては、900万円に対しては、1億のうちの900万だっていうだけしかお答弁がない。で、承認の中では、本会議の総括質疑の中では、これは大きく指摘されたわには、その審査内容があまり聞こえてこない。で、論点は一つだけです。要はは費用対効果はこの 61号と承認第3号についてはお認めになったのかということです第3文化会としてはプロジェクションマッピングは費用対効果を認めたかどうかはい、古川委員長あの認めました石田委員次にあの第1文化会情報告にお伺いをしますが 同じく、えー、承認第3号、一般会計の承認になりますが、えー、29年度というのは、視聴者整備にかかる大きな転換期で、その費用が、えー、コンサルのお金等々が発生をして、えー、結果して成果品として、現この土地に関して、16の方策でいろいろ考えようという提案があった。で委員長報告の中では 地裁の管理の中で、平成34年度には本庁舎の整備も始まるというあのご報告がありました。ということは、第一分科会では、この場所に34年度にはもう作りますよということを認めたということなのかが問題点で、えー、それは県病跡地についての予防的意見は出ましたが、本庁舎についてはちょっと分離してお話をな。 なさってたので、肝心なところは、ここでやるんですねっていうことを、反対意見一部ありましたけれども。ここについての本質はどうなのかっていうことですよ。はい。第一文化会委員長。えっと、庁舎整備については、あの。総合計画、第何次総合計画を議決した段階で、本庁舎は、現、現在の場所で。 建設するということが議決内容に入ってございますのでまあ委員会としてもその旨で、えー、まあ反対意見はありましたけどおおね賛成という形であの判断をさせていただいたところです石田委員あのご説明ありがとうございますそうしますと委員長報告であった県病跡地とこの市役所庁舎ということをまるっきり別の問題で 第一分科会では審査をなさったというふうに考えました、ありがとうございます。よろしいですか、はい、では、以上で、各分科会の審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認め、審査報告に対する質疑を打ち切ります次にに討議に入ります。 まず、印鑑討議の方法についてでありますが、論点をもって印鑑討議を提案する者に対して、論議しようとする者が1名以上ある場合に実施するものと申し合わせが行われております。印鑑討議をご提案される方は、議案名及び事業名、印鑑討議を必要とする論点、理由等についてご説明をお願いします。なお、印鑑討議は、委員総合間の自由な討議を中心とし、 論点を整理し、争点を明らかにし、適切な説明責任、議決責任を果たそうとするものでありますので、その趣旨についてご留意願います。委員官討議をご提案される委員の方は、挙手をお願いいたします。安倍委員。えー、1点だけ言ってきますと、市役所の新庁舎建設についてですね、あの 先ほど、言いましたけれども、職員数が大きく変わらない、人の流れが大きく変わらないという現状で、ここに立てるということの、当局の説明があったということなんですけれども、大きな疑義がありますので、これに対しての、皆さんと意見の交換をしたいと思います。はい、ただい、ま、安倍委員より 市役所の新庁舎の保件に対する印鑑討議の提案がありましたそれではこれに対しまして論議しようとする方は挙手をお願いいたしますはい。それでは賛同者なしであります賛同者がありませんでしたので安倍委員の新庁舎建設の件につきましては印鑑討議は実施いたしませんのでご了承お願います 以上で委員間討議を打ち切りたいと思いますがご異議ありませんか満場ご異議ないものと認め委員間討議を打ち切ります討論に入ります原田委員 私は議案第61号、平成30年度会津若松市一般会計補正予算第1号、議案第62号、平成30年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算第1号、議案第70号、平成30年度会津若松市介護保険特別会計補正予算第1号、承認第3号、平成29年度 会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について、承認第12号、平成29年度会津若松市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてのご案件に反対の立場で討論します。議案第61号、平成30年度会津若松市一般会計補正予算第1号については、歳出の部、二巻総務費、参考戸籍住民基本代帳費、 一目、戸籍住民基本台帳費では、個人番号制、いわゆるマイナンバー制度に係る事業費が計上されています,があされています、この制度については、今まで繰り返し質疑してまいりましたとおり、憲法にも違反するような国民総監視システムであると考えると同時に、安全性も未確立なうえ、市民の疑念や不安も依然として払拭されているとは言えない。 問題が多い制度であると考え、賛成できません。次に、議案第62号、平成30年度、会津若松市国民健康保険特別会計補正予算第1号についてですが、本、えー、特別会計は、国保制度が都道府県化された予算としての、としてその問題点を指摘しながら、当初予算に反対した経緯がありますが、本補正予算については、 本会計の前年度決算剰余金の処理について、昨年までは一般会計への繰り出し処理をしてこなかった基準内繰り入れ金分についても含めて、一般会計への繰り出し処理をする予算となっておりますが、私は基準内繰り入れ分を一般会計へ繰り出す必要はないと考えることから、本案件には賛成できません。 続いて、議案第70号、平成30年度会津若松介護保険特別会計補正予算第1号については、現役並み所得世帯の利用料引き上げに伴うシステム変更にかかる増額補正であり、本特別会計当初予算には、介護保険制度の解約、保険料の引き上げとともに利用料の引き上げも予定されていることを理由に反対して、 おりました、まあ、このシステム改修にかかる補正予算についても同様の理由で賛成することはできません。次に、承認第3号、平成29年度会津若松一般会計歳入歳出決算の認定について、一つは本決算には歳出の部、二冠総務費参考戸籍住民基本台帳費、一目戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳ネットワークシステム事業費、 等に個人番号制、いわゆるマイナンバーに関する事業費の決算が含まれていますので、議案第61号で述べた理由と同じ理由で、そしてもう一つは、えー、報告第10号で、関西委員会から指摘されている教育委員会の小学校時の問題です。あくまでも例外的なものとして、小学校時の必要性はあるものの、緊急性がなく、 設計図書を省略する合理的理由がないなど、まとめて一つの工事としての発注が望ましいと思われるのにもかかわらず、年度ごとに分けたり、学校ごとに分けるなどして、小学工事事務処理要領の規定に反して行っていたという問題が認められたことから、その改善の方向性は出されたものの、予算の執行が 適正であったとは言えないと考え、決算として承認することはできないものであります。最後に、承認第12号、平成29年度、会津若松市、介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてですが、本決算は、要支援1、2の認定者の一部が、介護保険から外されるなどの問題が指摘されている、介護保険、あ、介護予防、 日常生活支援総合事業が正式な事業として導入された初年度に当たるものとして、本特別会計予算には賛成してこなかった経緯がありますが、同事業には当事業には本市として4億3000万円以上の大きな事業費がかかっておりますが、今後の事業費の一層の増大への不安と、介護サービス事業所の撤退など、今後の事業 当事業への不安要素も明らかになっていると考え、本決算を承認することはできません。以上で討論を終わります鈴木 私は承認第3号、平成29年度、会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について承認できないと考える立場から討論いたします。予算決算委員会の討論ですので簡略に行います。まず第2巻、総務費について、地方創生推進事業費のうち、地域資源を生かしたまちづくり実践事業の県立病院跡地利活用検討経費と町の拠点整備事業費の 新庁舎整備検討経費についてはいずれも第7次総合計画の町の拠点づくりに基づく事業となりますが整合性がないと考えます次に第7巻商工費について ICT オフィス整備事業費のうち、えー、建物購入費9億6900万円と基本設計量への補助金3100万円の流用については企画政策部、財務部、観光商工部の説明責任のあり方について企業 誘致にかかる事業では、えー、株式会社、歩ムに対する補助金2680万円、オフィス当分2000万円と、交流当分680万円について、おのおのの発注方法とその正解について、金融誘致セミナーの開催経費148万9000円の市主催の開催については、<coughs> 株式会社歩ムへの補助事業がありながら、なぜ市単独主催の開催となったのか、整合はないと考えます。 考えますよって承認できません以上討論でいたします以上で討論を打ち切り採決に移りたいと思いますがご異議ありませんか万丈ご異議ないものと認め討論を打ち切り採決に入ります ただいま反対意見のありました案件を分離し採決をいたします。まず、議案第61号、平成30年度、会津若松市一般会計補正予算第1号、同第62号、平成30年度、会津若松市国民健康保険特別会計補正予算第1号、および同第70号、平成30年度、会津若松市介護保険特別会計補正予算第1号を採決いたします。 議案第六十一号第同六十二号及よび同第七十号についてはこれを原案を取り決することに賛成の方の規律を求めます。はいありがとうございますえ。規律多数によって議案第六十一号第同 第同,同第62号および同第70号は原案のとおり決定されました次に承認第3号平成29年度会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について採決をいたします承認第3号についてはこれを認定することに賛成の方の起立を求めますはいありがとうございます 規律多数によって承認第3号は認定すべきものと決せられました次に承認第12号平成29年度会津若松市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします承認第12号についてはこれを認定することに賛成の方の規律を求めます ありがとうございます。起立多数よって承認第12号は認定すべきものと決成られました。続いて、ただいま採決いたしました。案件を除く、その他の諸案件について採決いたします。以上の諸案件については、各分科会の審査報告のとおり決することにご異議ありませんか？満場ご異議ないものと認めます。 よって以上の諸案件は各分科会の審査報告のとおり決せられました。以上で予算決算委員会を閉会いたします。ありがとうございました。